いたね、手持ちをメスで揃えてみました。こんな感じ。これで事務所一旦行けるかなーかなーかなーなーなーって感じで、ちょっと事務挑戦してみよっかね。多分事務挑戦しない限り次また話が進まないので、あ、ちょっと傷薬とか買って行くぞー。ここだね、事務入ってみよう。なんだっけ、虫タイプかなんかだっけ。こんにちは。いやヒューシティはどうですか。人が多くてジムに来るだけでへばったでしょう。まあ確かにね、歩きづらい。というわけでこれを差し上げるっす。おいしい水、いつもおいしい水くれるの、ありがとう。このジムはですね、壁を突き抜けるのがテーマっす。一見通れそうにない密の壁ですけど、頑張ればなんとかなるっす。へえ。なんとかならないときは床のスイッチを踏んでください。全く理解できないんだけど。え、ここってこと？あー、通れたけど次は？ん？押すと？はいはいはい、そこが開くんだ。はあああああああ、なるほどね。で進むのね。オッケー、わかった。ちょっとジムリーダーまで頑張ってたどり着きます。よいしょ、よし、ここは虫のジムだね。いけるかな、まあ、ちょっといけるとこまで行くぞ。勝負だ。いやー、でもなんか結構厳しそうな気がするんだよな。大丈夫かな。アーティー、虫ポケモンにね、ちょっと効果抜群がね、真っ赤っかぐらいしかいないから、ちょっと真っ赤っかに頑張ってほしいね。頼むぜ真っ赤っか。当たれ、当たる、イエー。おお、一発、いいよいいよいいよ、このまま行こう。頼む、いいねいいねいいね。ここでレベル上がってくれるのマジありがたい。お、炎のパンチいいじゃん。炎のパンチこれだな。いいね、ここで炎のパンチはなんか熱いね。よし、石住まいか。どうしようかな。石住まいって石だよね。シェル、ちょっとシェルで頑張ってもらおうか。いけるかな、ちょっとでも減らしてほしい。真っ赤っかは貴重だから。ああ、そっか、石住まいね。そう、シェルがシェルブレイド覚えてるからね。頼むぜ頼むぜ、シェルブレイド。いいねいいね、いいよ。あ、いいじゃんいいじゃん。なんか変にさ、黄色ぐらいにするとさ、傷薬とか絶対使ってくると思うから、これ2回ぐらいで倒したいな。え、おお、耐えて、頼む。よし、いいんじゃない、すごく。よし、レベルアップ。お、良さそう良さそう。あ、最後母こもりね。ここは真っ赤っかで行きたいね。炎のパンチで押してくれ。ちょっと真っ赤っか気に入ってるな。最後まで入れたいな、この子。でも今までダルマッカを手持ちに入れてきたこと一度もないな。葉っぱ買ったー。お、いいねいいね、いけ、炎のパンチ。これでどこまで削れる。うわー、真っ赤っかー、素晴らしい、ありがとう。ごめん、これ毎回出ちゃう。早くあれが欲しいわ、変わらずの石が欲しい。しばらくこの子を進化させる気はないからね。あ、あう、あう、負けちゃったよ。それにしても君すっごく強いんだね。これジムバッジ、僕に勝ったからあげる。ここは何バッジだ、
結構みんなシンプルで可愛いね。好きだな。何バッジって言うんだろう。葉っぱバッジ。あ、ビートルバッジ。名前もシンプルでいいね。虫だもんね。うん。何もらえるんだろう。あ、虫の抵抗か。良いね。君は旅に出たからどれだけの発見をした？僕はね、子供の頃に虫ポケモンの美しさに純情ハートを奪われ、絵を描いたり勝負したりをずっと繰り返して、それでも未だに発見があるんだ。ポケモンと暮らす世界は本当不思議に満ちているんだ。なるほどです。お、オンラインの迎えが始まる。あ、二人だ。参加者二人。ねえねえ、今どこ？お願いがあるんだけど、ポケモン勝負しようよ。ポケモン勝負ね。わかった。4番道路につなげ、つながるゲートで待ち合わせしようね。参加者二人でした。オンライン飲み会。オンライン飲み会じゃねえよ。4番道路どこだ？ 4 番道路ってどこなんだ？でも勝負なら一旦、ポケモンセンター寄らないとな。これ遠いんだよ。どこだ？あー、ここか。ここなの本当に。ねえねえ、志保、ライブキャスターで言った約束覚えてるよね？というわけで、早速ポケモン勝負だよ。君、ここでやる気か、また。と、その前に。ん？ゲートのポケモン勝負は電光掲示板を壊さないように気をつけてお願いします、だって。あ、へえ、ここで勝負はしていいんだね。掲示板壊さなければ。そんな感じなのか。ベルとの勝負。なんか久々な気がする。ベルはポカブだよね、多分。ポカブは進化させてるんだろうな。あー、来た来た。チャオブーだ。そうだ、チャオブーだね。やっぱ進化させるよね。もう20レベルなんだ。シェルも強くさせないとな。チャオブーの次がエンボーでしょ。エンボーは嫌いじゃないんだけどね。なんでさ、ミジマルはさ、進化してさ、あの4足歩行になっちゃうんだろう。なんだろう。なんか、そうなるんだっていう衝撃が、この中の御三家の中で一番、なんかでかくない？ポカブーはなんか一番わかる気がする。よし。勝ちました。この後あれかな、チェレンもいるのかな、勝負するのかな。大丈夫、とりあえず電光掲示板は壊さなかったから。あ、さらっと、すごいすごい、さらっと流しちゃったけど。さあ、あ、これチェレンだよな。チェレン、やあ、シホ。いやあ、これ絶対勝負だね。はい、よかったー、回復しといて。チェレンはスタージャだったから、今はジャノビーになってんのかな。ジャノビー、やっぱジャノビーも美しいんだよな。なんかツタージャの進化系結構好き。美しくなっていくじゃない。グラスミキサー、草ポケモンもいいよな。なんか綺麗な子が多い。おう、バイバイジャノビー。またね、またね、また会おうね。真っ赤化がどんどん強くなっていく。おお、すごい一発で倒して、やっぱ強いな。真っ赤っかはちょっと最後まで共にしよう。やったー、すごい勝負続きだったな。なるほど、君が強い理由はポケモンとの信頼関係かもしれない。だけど問題ない、僕だってジャノビーたちからもっと強さを引き出せるよ。また、はい、オンライン飲み会が始まります。次何人さ、参加者3人。なんか1人ザワザワしてるけど大丈夫？どうした、荒らぎ博士、何かご用ですか？ベルは呼び出しに気づいていないのよね。あ、なるほどね。何に夢中なのかしら。後で別に連絡するしかないわね。じゃあお二人さん、ライモンシティの手前のゲートで待ってるわね。
あの終わり、参加者3人。ライモンシティのゲートならこの4番道路をまっすぐ進むだけさ。本当に進むだけなの？大丈夫かな？進むか。よいしょ、まっすぐ来たけど、あー、案外ま本当にまっすぐだったわ。大丈夫でした。あ、いたいた、博士。はーい、司法、こっちに来なよ。はい。カミツレに呼ばれて電気タイプのポケモンのこといろいろ聞かれてるときに君たちのことを思い出して、で、用事というのはこれ、ドドンとサービスよ。なんだ、何くれるの？シホも、何？ハイパーボール！ハイパーボールありがたいです。ありがて。一緒にいたいポケモンと出会ったら惜しむことなくいいボールを使いなさいな。なるほど。そのポケモンとの出会いはそれが最初で最後かもしれないんだから。確かに。それとポケモン図鑑の完成をお願いした私が言うことを言う、うんうん、ちょっとおかしいけど、旅を楽しみなさいね。わかりました。あ、ポケモン図鑑のこと何もしなくていいって意味じゃないのはわかってるよね。ごめんなさい。さてと、ベルに会わなきゃね。ベルどうしたんだろう。道迷ってんじゃないの。僕たちを旅立たせるためポケモンと図鑑をくれた。そういうことらしいね。母さんが教えてくれたよ。僕たちに世界を見せたいからって、君のママとベルのママ3人で荒木博士に頼んでね。そうだったんだ。さて、志保、これからどうしようか。そうだな、4番道路でまだ捕まえていないポケモンを捕まえることで感謝の気持ちとさせてもらうかな。あ、戻るんだ。もしかして次、カミツレさんかな。カミツレさん、美しいよね。好きなんだよね。おー、ライモンシティ、あ、いたぜー。プラズマ団、じいさん、あんたが育てやってのは知っているんだ。なんたって俺たちプラズマ団だからさ。俺たち人のポケモン奪ってんだよ。堂々と言うなし。育て屋と言ったらいろんなポケモン預かってんだろ。それを俺らによこせよ。なんという無茶を。本当だよ。何言ってんだ。おお、強そうなトレーナーさん、助けておくれ。邪魔立てするならお前のポケモンを奪うぜ。はい、おじいちゃん、ちょっと待っててね。なんだこいつ、ひとまず逃げるとするか。あ、大丈夫そう。はい、おじいちゃん、お待たせ。遊園地でやり過ごそう。遊園地、あー、観覧車あるんだよな、確か。ここ、あー、そうか、ここ観覧車のところか。なんか怪しい観覧車あるんだよね。なんか新品で、え、新品の自転車でライモンシティを観光する予定だったが結局乗らずじまいでな。チャリンコもらったー、嬉しすぎる。わしは3番道路で育て屋をやっておるんじゃ。 あったね、そこのおじいさんなんだ。育ててほしいポケモンがいれば遠慮せずに預けておくれ。ふー、観光に来てえらい目にあったもんじゃ。いや、大変だったね、それは。やったー、チャリンコゲット。いや、ベルだ、忙しい。ねえねえ、シホ、どうしたの。勝負はちょっと厳しいよ。博士に教えてもらったけど、ライモンシティって見どころいっぱいなんでしょ。遊園地でしょ、ビッグスタジアムにリトルコート、それにバトルサブウェイ。私はミュージカルに行くつもりなの。じゃあねー。ミュージカル、ミュージカルなんてあったっけ。いや、観覧車はすっごい覚えてるわ。おー、じゃあちょっとライモンシティ観光しますか。